日本のためにやんだと思ったんだ、エアジャムを、うん、今年はさ、でもさ、なんかもちろんさ、東北の被災を受けてやるっていうのはもちろんなんだけど、純粋に音楽好きな人のためと自分らのためにやるんでいいんじゃないかなと思って、去年大げさなこと言っちゃったなと思ったりして。全然そんなことないよ、大げさじゃない。そうかな、うん、だって心はそうだもん。そうだよね、心はそうなんだもん。そうだよね、うん、やっぱ日本のためよね。日本のため以外何もないでしょ。マジだよ。